DC Extended Universe ジャスティスリーグジャスティスリーグザックスナイダーカットジャスティスリーグザックスナイダーカットは2017年のアメリカのスーパーヒーロー映画ジャスティスリーグのディレクターズカットである一般的にスナイダーカットとして知られている DC x t e n d e d u の5作目であり 同名の DC コミックスのスーパーヒーローチームをベースにしたジャスティスリーグの制作を離れたザックスナイバーがジョス・ウェドンに監督を引き継ぐ前に意図していた通りに描いたもの。日本と中国を除く全世界で2021年3月18日に同日配信。日本では2021年5月26日にデジタル配信開始、ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイで 同年6月25日にリリースされた。2017年にワーナーブラザースが公開した劇場版ジャスティスリーグは制作が大変難航した。脚本は2016年から2017年の間に制作前と制作中に大きな変更をした。2017年5月監督を務めていたザックスナイダーは娘の死を受けてポストプロダクション中に辞任し、 ジョス・ウェドンが後を継ぎ、ノンクレジットの監督として本作を完成させた。ウェドンは再撮影などの変更を指揮し、明るいトーンとユーモアを加え、ワーナー・ブラザースからの指示で上映時間を120分に短縮した。劇場版ジャスティス・リーグは工業的に失敗し、ざまな評価を受けたため、 ワーナーブラザースは、ドスの将来を再評価し、個々の作品の制作を集中させることになった。スナイダー監督が退任する前の作品の詳細が明らかになると、多くのファンがスナイダー監督のビジョンに忠実な代わりのカットに興味を示した。ファンやキャスト、スタッフは、スナイダーカットと呼ばれるこのカットを公開してほしいと、嘆願した。当時、業界関係者は、 この公開はあり得ないと考えていた。しかし、ワーナーブラザースは2020年2月に公開を検討することを決定し、翌年5月にはスナイダーがオリジナルカットをザック・スナイダーのジャスティスリーグとしてストリーミングサービスの HBO Max で公開することを発表した。完成には特殊効果、追加撮影をし、2000万から3000万ドル以上の 費用がかかる予定だという。ザック・スナイダー版・ジャスティスリーグは HBO Max で2021年3月18日に公開された。また、日本と中国を除くアメリカ以外の国や地域でも同日に配信されることが同年2月20日に発表された。本作は、スナイダー監督の娘、オータム・スナイダーに捧げられている。 バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生でのスーパーマンの死後、バットマンとワンダーウーマンは、フラッシュ、アクアマン、サイボーグを採用し、ジャスティスリーグを結成し、3つのマザーボックスを求めるステッペンウルフとパラデーモンからできた軍隊から世界を守るために立ち向かう。なお、本作は6つのパートとエピローグに分けられている。この他にも、ラッセル・クローが、ジョエルの声、 カーラ・グギノがクリプトン戦の AI の声、ロビン・ライトがアンティオペ将軍、デビット・シューリスがアレスの声、ジュリアン・ルイス・ジョーンズが古代アトランティスの王、フランシス・マギーがアーサー・ペン・ドラゴン、セルジ・コンスタンス、ニック・マッキンレス、オーロ・ア・ラウゼラルそれぞれがゼウス、アレス、アルテミス、マイケル・マケル・ハットンがテロリストのリーダーを演じている。また、グラニー・グッドネスも登場する。また、 1978年の映画、スーパーマンで、ジミー・オルセンを演じたマーク・マクルーアが警察官、ベンサドースキー役を演じた。また、マクルーアは、警察官ジリーも演じている。劇場版、ジャスティス・リーグと、ザック・スナイダー版、ジャスティス・リーグには、多くの違いがある。物語の基本的な枠組みは同じだが、何十もの追加シーン、バックストーリー、神話、 世界構築の要素、新しいキャラクター、今後の映画のためのティーズが、スナイダー版には存在するが、劇場版には存在しない。ザック、スナイダー版、ジャスティスリーグには、劇場版カットのために、ウェドンが撮影したシーンは、一切含まれない。マン・オブ・スティールの公開後、ザック・スナイダーは、マン・オブ・スティール、バットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生。 ジャスティスリーグの三部作を含む5本の映画を中心とした DC エクステンデッドユニバースの基礎を設定した。スナイダーの元のビジョンは、バットマン VS スーパーマンはフランチャイズの中で最も陰出で、シリーズはそこから希望に満ちたンになるものだった。しかし、バットマン VS スーパーマンは、その暗いトーン、ユーモアの欠如、スローペースなどが批判され、受け入れられなかった。 この反響を受けて、配給元のワーナーブラザースとスナイダーは、今後のドス、特にすでに撮影を終えた、スーサイドスクワットと、撮影まで1ヶ月を切った、ジャスティスリーグを再興することになった。スナイダーと脚本家のクリス・テリオは、ジャスティスリーグを、当初の予定よりも希望に満ちたトーンに書き直した。撮影監督のファビアン・ワグナーは、スナイダーが、 フランチャイズの他の映画のスタイル化された、サイドの高く、超ハイコントラストの色調から脱却することを望んでいたと語った。ザック、スナイダー、ジャスティスリーグの主要撮影は2016年4月に始まり、翌年の12月に終了した。数ヶ月後、スナイダー監督の、ジャスティスリーグの複数のカットが、スナイダー監督の友人や家族に加え、 ワーナーブラザースの幹部にも見せられた。カットには不完全な視覚効果ショットと部分的な音声ミキシングも含まれていたが、最終的なランタイムとピクチャーロックは完了した。後にスナイダーは、スナイダーカット完成までに必要なのは、いくつかの CG の微調整だけで、基本的には完成したカットが複数あったと語った。ホブスの稿者で映画脚本家のマーク・ヒューズは、 スナイダーカットは90%以上完成していると、報じ、デイリーテレグラフは、視覚効果の専門家を引用して、ワーナーブラザースが映画を完成させるにはさらに3000万から4000万ドルが、必要だと見積もっていると伝えている。スナイダーカットを見たワーナーブラザースの幹部らは、スナイダーが、バットマン VS スーパーマンの批判を受けて、トーンを軽くするために、かなりの努力をしたと感じたという。 しかしながら、ワーナーブラザースは、この結果にまだ不満を持っていたという。スナイダーの演出に不評だったワーナーブラザースは、大規模な再撮影をするために、マーベルシネマティックユニバースのアベンジャーズや、アベンジャーズ、エイジオブ、ウルトロンの監督を務めたジョス・ウェドンを宿った。ワーナーブラザース CEO のケビン・辻原は、ジャスティスリーグの長さを2時間を超えないように義務付けた。また、 ワーナーブラザースは公開日を延期しないことを決定した。スナイダーはウェット音が書き直したシーンを撮影することが期待されていたが、スナイダーの娘であるオータム・スナイダーが2017年3月に自殺した際は、ワーナーブラザースの要望に応えようと二人は協力していた。スナイダーは5月に辞任するまでの2ヶ月間、気晴らしのためにジャスティスリーグの制作を続けていた。 ジャスティスリーグをプロデュースしていた妻のデボラ・スナイダーも一緒にプロジェクトを離れた。スナイダーが去った後、ウェドンはジャスティスリーグの制作を完全に掌握したが、公開された映画ではスナイダーが監督のクレジットに名を残した。ウェドンは脚本に80ページ近くを追加し、ワグナーはウェドンのカットでは彼が撮影した映像の10%程度しか、 使用していないと推定している。作曲家のトム・ホルケンボーグはポストプロダクションの途中でダニー・エルフマンに交代する前に映画の音楽を完成させた。劇場公開のためにウェドンが書いたシーンや再撮影したシーンはより明るいトーンとユーモアが特徴でスナイダー監督のダークな演出で見られる暴力のレベルを下げていた。設定された上映時間を満たすために 90分以上のスナイダーによる映像が削除されたが、結果としては物語の基本的なアウトラインに沿ったものとなった。最初のカットはテスト視聴者からの評判が悪かったが、試写会ではワンダー・ウーマンと同じくらいの高評価だったため、ワーナー・ブラザースはこのカットを進めることにした。ジャスティス・リーグは2017年11月17日に劇場公開された。批評家は この劇場版のカットをフランケンシュタインと表現し明らかに二人の異なる監督の作品であることを示してた。ジャスティスリーグは推定3億ドルの制作費に対して6億5790万ドルの工業収入を上げた。推定損益分岐点である7億5000万ドルに対して この映画はワーナーブラザースに約6000万ドルの損失を与えたとデッドラインハリウッドは報じている。この映画の成績の悪さからワーナーブラザースはスナイダーが描いていた互いのつながりの多いシェアードユニバースというビジョンから離れ代わりにスタンドアローン映画やソロフランチャイズに焦点を当てることにしたという。ジャスティスリーグの劇場公開直後ファンは スナイダーカットの公開を求めるオンライン請願書を作成し18万人以上の署名を集めた。ソーシャルメディア上でリリースザスナイドルカットというハッシュタグを使ったこの運動はスナイダー監督のジャスティスリーグのカット版が実際に存在することをファンが知る前から始まっていた。この動きは劇場版カットのレビューが混ざっていたことからスナイダー監督が監督と 最終カットをウェドンに任せていたことを知っていたファンがウェドンが劣悪な映画を作ったと思い込んでいたことがきっかけとなっている。この状況をスーパーマン2の状況と比較してみるとどちらも完成前に監督が交代したため二人目の監督が入ってきて大幅な変更が加えられている。リチャード・ドナーは2006年にスーパーマン2のカットを完成させていた。 スナイダー監督の作品のいくつかは、劇場版よりも優れているとする批評家もいる。家庭用メディア用のエクステンデッドカットや、バットマン VS スーパーマンなどとして、再公開されているため、ジャスティスリーグの代替カットは避けられないとする意見もあった。俳優のジェイソン・モモア、キアラン、ハインズ、レイ・フィッシャー、写真家のクレイ・イーノス、エコンテアーティストのジェイ・オリバ、撮影監督のワグナー、 ベン・アフレックのスタントダブルのリチャード・セトローネラ、ジャスティス・リーグのキャストやスタッフは、スナイダー・カットの公開に向けて、支援した。劇場公開2周年を迎え、キャストやスタッフは、ソーシャルメディアを通じて、応援の声を上げた。映画監督のケビン・スミス、テレビプロデューサーのスティーブン・イエス・デ・ナイト、コミック作家のローブ・リーフェルド、ロバート・カークマン、ジェリー・オードウェイなど、 ジャスティスリーグとは関係のない他の映画、コミック業界の人々も、スナイダーカットのリリースを支持した。他の数字はあまり楽観的ではありませんでした。バキソフィスプロのチーフアナリストであるショーン・ロビンズは、ジャスティスリーグの別のカットは、熱狂的なファン以外の多くが見たいと、絶望しているようには見えないと述べ、インパクトを与えるには、ムーブメントの規模が小さすぎることを示唆した。 業界関係者はまた、スナイダーカットのリリースはありえないとしていた。ライターのマリオエフロブレスは、業界のコネクションに基づいて、ワーナーブラザースは、スナイダーのビジョンを信頼しておらず、カットを完成させるために、数百万ドルを費やす気はないと述べた。この運動を通じて、メディアのメンバーは、スナイダーカットを、伝説的、または、神話的と呼んでいた。 リリースザ・スナイドルカット運動のメンバーは、それを促進するために、ファンのアクティビズムの行為に従事した。2018年6月には、ファンは AT、AT&T とワーナーの合併を受けて、AT&T の幹部に連絡を取り、2019年6月には、辻原の退任後に公認となったワーナーブラザースの、新 CEO ワンサルの府にも連絡を取り、1ヶ月後には、 大量の手紙を書くキャンペーンを行い、2019年7月には、ワーナーブラザースの親会社である、ワーナーメディアの新ストリーミングサービス、HBO Max の発表後に連絡を取った。2019年のサンディエゴコミコンに先駆けて、あるファンが、クラウドファンディング運動を開始し、資金の半分を広告キャンペーンに使い、残りの半分をアメリカ自殺予防財団に寄付することにした。 2019年のニューヨークコミコンでの同様のキャンペーンのために運動はキャストやクルーのメンバーからの引用をフィーチャーしたタイムズスクエア上空の2枚のビルボードの広告スペースを購入した。2019年12月には別のフライングバナー広告を借り、今度はワーナーブラザーススタジオの上空を通り、サルノフにスナイダーカットの公開を直接依頼した。 2020年1月にはイングランドサッカーの FA カップの開催期間中、リバーサイドスタジアムの内部に巻き付けられたデジタルバナーで映画の公開を視聴する4分間の広告スペースを購入した。2020年1月の時点で同運動は AFSP のために15万ドル以上の資金を集めていた。彼らの努力はスナイダー監督と AFSP から賞賛を受けた。しかし、 この運動のメンバーは、スナイダーカットについて、自分たちの信念に反する意見を表明した人に、対して嫌がらせや脅迫、ネットいじめを行ったとして、メディアのメンバーからも、有害と評されている。バニティフェアのヨハナデスタは、ファンが代替カットを要求する行為を、ファンダムを積極的に有害にしている観客の、要求の現代的なパターンと、大々的に表現し、2017年の、 スターウォーズ、最後のジェダイの女優ケリー・マリー・トランへの嫌がらせと比較した。ジャーナリストは、パジバのケイリー・ドナルドソンが経験したような、電子メール、ウェブサイトのコメント、ソーシャルメディアのダイレクトメッセージを通じて嫌がらせを受けている。2018年9月、元 DC エンターテインメント社長のダイアン・ネルソンは、運動のメンバーによる実質的なオンライン嫌がらせを受けた後、 自身のツイッターアカウントを削除した。スナイダーカットに関する定期的な電話が殺到したワーナーブラザースの電話オペレーターは、これらの問い合わせをいたずら電話として扱うよう訓練されていた。運動のメンバーは、ジャスティスリーグのスタントマンであるリチャード・セトローネを追跡し、スナイダーカットについて質問をしたところ、彼の反応をデジタルで改ざんし、 自分たちの大義を支持しているかのように見える偽のテキストメッセージをソーシャルメディア上で拡散させた。ニューヨークオブザーバーが見のブランドン・カッツによると、この運動はあらゆる反対派に告白非道な嫌がらせを投げかける有害な DC ファンとスナイダーのスタイルを純粋に楽しみ、2013年のマン・オブ・スティールで始まった彼の三部作の結末を見たいと思っている。 支持的な映画ファンの両方で構成されているという。どのような集団でも出すが、その中には過激派と冷静な人がいる。スワースモア大学准教授で映画メディア研究の講座を担当するボブリハク氏は、リリースザスナイドルカットのようなファンダムは自分たちの好きなものに大きな変更が加えられると反乱を起こし、この反応は通常、ファンダムの中の 小さな部分的な部分から起こるもので、コミュニティ全体を本当に広い筆で描いていると述べた。このリリースザ・スナイドル・カット運動はいくつかの模倣キャンペーンを引き起こした。2020年1月初旬、多くのスター・ウォーズファンは、JJ ・ブラムスが、ウォルト・ディズニー・カンパニーの指示のもと、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けの計画の多くを変更しなければ、ならなかったという噂を受けて、 リリースザジジカットファンキャンペーンを組織した。同様に2019年後半にレターボックスドに参加した後、ファンタスティック4の監督女子トランクは20世紀フォックスの指示のもと彼の映画が再撮影で変更されたという彼の以前の主張のためにリリースゾトランカットファンキャンペーンに会いましたが彼は独創力を高く評価している間、 彼が計画していたシーケンスの多くが撮影されていなかったので、それは不可能であったと述べている。スナイダーカットブレイクのリリースに関するニュースの直後には、ドスの仲間である監督のデビッド・エアーが再撮影中にワーナーブラザースが彼のスーサイドスクワットに化した変更についてコメントしたことから、エアーのオリジナル版もリリースしてほしいというリリースシーアーカットの ファンキャンペーンが行われた。2020年6月にジョエル・シュマッカーが亡くなった後、バットマン・フォーエバーのより長くより暗いカットが存在すると報じられ、これがリリースセシューマシャーカットをワーナー・ブラザースに公開するよう求める運動に繋がった。しかし、ワーナー・ブラザースはリリースの予定はなく、その映像が残っているかどうかは不明であると明言している。 2019年3月数ヶ月に及ぶ憶測の末、スナイダーは彼のオリジナルカットが存在することを確認し、それをリリースするかどうかはワーナーブラザース次第だと述べた。11月にはあるインサイダーはワーナーブラザースがスナイダーのバージョンをどのような形でもリリースする可能性は低いと主張し、そのような希望をパイプドリームと呼んでいた。 しかし翌月、スナイダーは、自身のベイロアカウントに、ZSJL ディレクターズカットと書かれたテープが入った箱の写真と、本物実在するかって、もちろんあるさと投稿した。スナイダーによると、彼は当初、彼のカットはリリースされないと想像していたが、ドキュメンタリーに収録される可能性があるとした。ワーナーメディアの会長で、 HBO Max の責任者でもあるボブ・グリーン・ブラッドはスナイダー版ジャスティス・リーグのリリースをめぐる議論は2019年後半に始まり数ヶ月間続いたと述べている。スナイダーによるとワーナーメディアはトビー・エメリッヒ会長がリリースザ・スナイドル・カットの運動を認めスナイダーに連絡を取ったことで2020年2月にスナイダー・カットを進めることを決定したという。 スナイダー家は、ワーナーブラザース、HBO Max, DC の重役を自宅に招待し、スナイダーカットを鑑賞した。スナイダーはまた、潜在的にエピソードでカットをリリースすることを含むアイデアを提示した。感動した幹部は、プロジェクトを進めることを決定した。スナイダーは、カットを完成させるために、映画の元のポストプロダクションチームを再編成し始めた。努力は、 新型コロナウイルスのパンデミックによって妨げられたが、スナイダーズはそれを継続するためにプッシュした。スナイダーは2020年4月から5月の間に元のキャストにこの取り組みを通知した。スナイダーによると、フィッシャーは当初冗談だと思っていたという。2020年5月20日、スナイダーはマン・オブ・スティールのオンライン視聴パーティー後の Q&A の中で、 彼のカットしたジャスティスリーグが2021年に HBO Max でザック・スナイダーのジャスティスリーグとして公開されることを発表した。グリーンブラッドによるとワーナーメディアは5月27日の HBO Max の放送開始前にできるだけ早くこのニュースを伝えようとしたという。劇場版カットをまだ見ていないスナイダーは自分のカットを全く新しいもので 特に公開された映画を見た人たちと話していると、その映画とは別の新しい経験になると表現している。スナイダー夫妻はジャスティスリーグを最終的に終わらせることができることで自分たちに区切りをもたらすと感じており、映画のキャラクター展開が広がるという見通しに興奮していた。この時点ではザック・スナイダー監督のジャスティスリーグが4時間の映画として公開されるのか、 六部構成のミニシリーズとして公開されるのかは明らかにされていない。ハリウッドリポーターは、視覚効果、音楽、編集を完成させるために2000万から3000万ドルの費用がかかると予想していると書いている。しかし、グリーンブラッドはこのリリースが乱高下すると指摘しており、完成までには報道されている3000万ドル以上の費用がかかるとしている。この作品では、 スナイダーが出演を希望したものの HBO から許可を得られなかったオリジナルキャストとの再撮影は行われないという。2020年6月23日、ワーナーメディアの制作、事業運営担当社長のサンドラデューイはインタビューで、2021年の早い時期から中旬の公開を目指していることを明かしている。ジャスティスリーグ、ザックスナイダーカットは、 2021年3月18日に HBO Max で公開されることが決まっている。スナイダーは HBO Max が利用できない国際地域ではワーナーメディアと HBO Max が他の配信計画に取り組んでいることを確認した。本作はカナダではクレーブでヨーロッパの一部の国では HBO サービスで独占的にアジアの一部の国では HBO5 サービスで配信される。ラテンアメリカでは同地域で2021年後半にサービスが開始された際に同作品は HBO Max で独占配信される予定。2021年2月20日に日本と中国を除くアメリカ以外の国や地域でも同年3月18日に配信されることが公式のツイッターにおいて発表された。この時点ではフランスも 公開未定としていたが、後に同日での同時配信が決定した。また、2021年3月25日に、本作品のモノクロ版である、ジャスティス・イズ・グレイを HBO Max にて公開したことを公式のツイッターが発表した。スナイダーは、COVID-19 の流行が収束したら、このカットを IMAX シアターで上映することに興味を示している。 さらに、2021年1月に、ブルーレイがリリースされる可能性が報告されている。このカットは1時43分、1と並んで1.33、1のオープンマットで撮影され、公開される予定。当初、このカットは、短編映画に加えて4部作のミニシリーズとして、公開される予定だったが、スナイダーは2021年1月に、ワンショットとして公開されると語った。 ワーナーメディアは後にプレスリリースでこれを確認した。2021年3月8日に HBO Max の不具合により、トムとジェリーを再生しようとすると、本作品が誤って再生してしまうトラブルが発生した。この後配信は約1時間後に収束し、HBO Max もトラブルを認める声明を発表した。ワーナーブラザースジャパンは2021年5月26日に、 デジタルの配信を開始した。また、ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイで同年6月25日にリリースすることを発表。さらに、同年3月13日にオンライン試写会が行われ、日本から20人が参加できることがそれぞれ発表された。なお、ワーナーメディアは2021年3月30日に動画配信サービスの UNEXT との間で、 独占パートナーシップ契約を締結し、HBO や HBO Max の人気作品を同年4月から順次独占配信を行うことが発表されたが、本作品については、ワーナーブラザースジャパンからの配信となるため、独占配信契約の対象外になることが Unext が明らかにしている。ホームメディア日本では、ワーナーブラザースホームエンターテイメントより販売。 ザック・スナイダー版・ジャスティスリーグの発表に合わせて HBO はジャスティスリーグの6人のメンバーを描いたポスターを公開した。これらのポスターは以前にも劇場映画のマーケティングキャンペーンに使用されていたが HBO のものはモノクロのフィルターを使用しスナイダーの名前が強く強調されていた。スクリーンレントのクリス・アガーはこのフィルターを 劇場公開までの間に流行っていたカラフルなジャスティスリーグのポスターとは対照的で映画の2つのバージョンを分けるために意図的に選択されたことは間違いないと評している。スナイダーは2020年5月22日横下編が公開されることを発表した。6月18日にはワンダーウーマン、レックスルーサー、ダークサイドの正体が 明らかになる簡単なティーザーが公開された。そして2020年7月25日には、ジャスティスコン2020の開催期間中に、ブラックスーツのスーパーマンが明らかになる公式クリップが公開された。ザック・スナイダー監督のジャスティスリーグの発表は、リリースザ・スナイドルカット運動によって祝われ、多くのファンがソーシャルメディア上でその意気込みを表現した。一部のスナイダーファンは、 劇場版カットの DVD や、ブルーレイを破壊する動画をアップロードした。ジャスティスリーグのキャストなど多くの業界関係者は、スナイダー版のリリースを支持してくれたファンに感謝の意を表した。しかし、一部のジャーナリストは、ワーナーメディアが運動中に、嫌がらせや嵐に従事していたファンに情報していることに、懸念を表明し、負の前例を作るのではないかと危惧した。スクリーンレントは、 ファンの圧力が映画スタジオ、ネットワーク、ストリーミングサービスに影響を与えることができるというメッセージを送ったと書いた。この懸念を受けて、HBO Max の CEO であるトニー・ゴンカルブスは、ファンダムの情熱を改めて強調し、ビジネスとして消費者からの要求に耳を傾けることを肯定した。AB、ジャスティスリーグ、スナイダーカット、核。 エピソードタイトルが発表。ザ・リバー、2021年3月9日閲覧。A.B. ザック・スナイダー監督版、ジャスティスリーグ今初化デジタル配信ブルーレイリリース決定。映画 .com、2021年3月9日閲覧。A.B. ジャスティスリーグ、ザック・スナイダーカット、日本リリース日決定吹き替え版、限定特典、映像特典も。 ザ・リバー、2021年4月17日閲覧。ロメット・ションドルン、ナマン、HBO Max、エス・サンドラ・デューイ・トークス・レイシズム、インクルージョン・アット、カンヌ・キーノート。バラエティ、2020年8月22日閲覧。ジャスティス・リーグ、スナイダー・カット、2021年配信決定。ザ・リバー、2020年8月22日閲覧。ザック・スナイダー、 S. ジャスティスリーグスナイドルカットのツイート。ツイッター、2021年3月5日閲覧。A.B. ジャスティスリーグ、スナイダーカット、日本、中国、フランス除く全世界で同日配信決定。ザ・リバー、2021年2月22日閲覧。A.B.C.D.E.F. 初回仕様、ジャスティスリーグ、ザックスナイダーカットブジューレイセット。 nbc ユニバーサルエンターテイメントジャパン http コロンスラッシュスラッシュ db 2.nbcuni.co.jp スラッシュコンテンツスラッシュ hp 0002スラッシュリスト .php 区のイコールにエージェンプロ間イコール四万八千三百十四二千二十一年四月十六日閲覧 abcdefghi jk lm n OPQRSTUVWXYZ、AAB、a c アドジャスティスリーグ、ザック・スナイダーカット日本語吹き替え版。吹き替える大作戦。2021年9月25日閲覧。ディドザック・スナイダー、S オリジナルドスプランインクルード、A ジャスティスリーグトリロジー。スクリーンレント、2020年11月16日、閲覧。ジャスティスリーグ。 エクスプレーニング・オール・スリー・バージョンズ。スクリーン・レント、2020年11月16日、閲覧。ジャスティス・リーグ、エクスプレーニング・オール・スリー・バージョンズ。スクリーン・レント、2020年11月16日、閲覧。コダック 35mm フィルム・サポーツ・ザ・ナチュラリスティック・ルック・アンド・ VFX ・ CG ・クリエーション・オブ・ワーナー・ブロズ・ピクチャーズ・ジャスティス・リーグ。 モーションピクチャーフィルム www.kodak.com 2020年11月16日閲覧ジャスティスリーグアーティストブレイクスラウンハウコンプリートザスナイダーカットイズスクリーンレント2020年11月16日閲覧ザックスナイダーステップスダウンフロムジャスティスリーグツーディールウィズファミリートラジェリーハリウッドリポーター www.hollywoodreporter.com2020 年11月16日閲覧ジャスティスリーグザ・スナイダー・カット・イグジスバットイット・クッドコストアズ・マッチアズ30ドルマイナス40ミリオンツー、コンプリートスクリーンレント2020年11月16日閲覧 DC ファンダムザック・スナイダー S ジャスティスリーグ、ウィルビーリリースドインザユーケアズ、A ミニ、シリーズ &A ムービー、サドットスポーツドットヤフードットコム。2021年2月10日閲覧。ジャスティスリーグ、ザックスナイダーカットのモノクロ版が、HBO Max でリリース。イグノジャパン。2021年3月30日、閲覧。ザックスナイダー、S、ジャスティスリーグ ワンダーウーマン1984ブルーレイリリースストラテジーリビールドムービーウェブ2021年2月10日閲覧 https twitter.com imacs ステータス134計1909兆7364億2641万4081 2021年2月10日閲覧 ザック・スナイダーズ・ジャスティス・リーグ2プレミアマーチ18オン・ On、HBO Max プレスルーム2021年2月10日閲覧ジャスティス・リーグスナイダー・カット米国で一時ご配信される鑑賞者は今までの DC 映画で一番良かったザ・リバー2021年3月9日閲覧ユーネクスト米ワーナーメディアと独占パートナーシップ契約 h b o ハボーマックスの新作続々配信。おラかニュース2021年3月30日閲覧。Netflix のライバル HBOMax 作品群が Unext で日本上陸。で、何が見れるのギスモド、二千2021年3月30日閲覧。ありがとうございます。